いやー、今週はあかん。今週はあかんなー。もうちょっといろいろありすぎて。まあいろいろありすぎてっていうかね、ほとんどね、斎藤メンバーのことなんですけど、これね、ありがたいことに、まあ皆さんネタをたくさん送ってくださってね、そのまあ9割が、まあ斎藤メンバーの話、ネタで、いや、というのもね、でもね、これね、ちょっとあんまりお笑いにできない部分もあって、だからちょっとごめんなさい。せっかく送ってもらったんですけど、結構まあ僕の方の判断で、これ別に僕は吉本だからうんぬんじゃなくて、やっぱこう、被害者とされる女性がいるというのところで、やっぱりね、そういう、まあ、ね、被害に遭われた方がいらっしゃるので、ちょっとまあ事実がどうで、どうなるかって、事実関係もあんまよくわからないんでね、ちょっと、あまり踏み込んだ発言というのはちょっとしない方がいいだろうなというふうに思うので、申し訳ないですけども、そういう、ごめんなさいね、なんか奥歯に物が詰まったような言い方ですけど、でもまあまあ、何も別に僕は、もう当然その斎藤慎二、メンバーとは、まあ、4、5回ぐらい会ったことはあるけど、別に挨拶しかしたことがないですし、まあ僕の方が先輩なんでね、向こうは僕の方を見て、うわぁ、嫌な顔をするんですよ、やっぱね。なぜかね、売れてない先輩を見ると嫌な顔するやつっているんですよ、なんか。うわぁ、俺のプライド的には挨拶したくねえけど、みたいな。たまにいるんですよね。僕、それよくわかんないですけど、その気持ちが。まあ、売れてたらそういう気持ちも出てくるんですかね。ああ、みたいな感じで、で、僕も別にしてほしくないんで、挨拶なんか。おはようございますとかっていう感じで言うだけなんで、それがなんか 4、5 回あるくらいなんで、全然知らない、どんな人か知らないんですけども、なので何も言えない。まあ名前が一文字違いっていうだけでね、今回もまあつぶやいてるのがきっとあるのかなと思ったら、まあ一人、ね、なんか、斎藤慎二を入れたらジャンポケにっていう人と、まあ一人はね、完全にこう名前間違えてましたけども、あれはなんかちょっとネタっぽく間違えてたんで、スルーしましたけど、それはね。それをなんかリツイートして、おいおいみたいな、俺じゃねえよみたいなのを言ったら、これは寒いことになるなと思ったんで、スルーしましたけど。ってなことがあったり、まあでも今週はそれオンリーなんですよね。まあ今日の朝とかもまた見たら、まあどれが真実かもわかんないんで、なんか、行為が3回あったとかっていう報道もありましたよね。3回あって3回目のことを、どうやら訴えている。じゃあその前2回はあったのかとか、そもそもロケバスでそんなことできるかなっていう疑問があるんですよね。まあ僕はそのロケバスなんて、数えるほどしか乗ったことがないですし、しかもまあ東京ではないんで、大阪のローカルのね、ロケバスなんで、ちっちゃいロケバスですし、みんなで乗ってワイワイする、まあワイワイしなくても、みんなで乗って、みんなで移動して、まあまあ、その長期ロケ、なんていうんですかね、その、降りてはまた乗り、降りてはまた乗りっていうロケはあんましたことがないんで、どういうシステムなのか全くわからないですけども、あまり二人きりになるようなことはないと思うけどな。むしろ、スタッフさんとか同士ぐらいやったら、その今撮ってて何もやることがないメイク、例えばね、メイク、もう今撮ってたら何もやることないみたいな人たち、メイクさんとか、でもメイクさんも別についていってるしな。どういうロケと思うんですよ。待ち時間が長かったりしても、二人だけが待たされるってこともありえないでしょうし、なんかちょっとね、僕正直あんまりよくわからないんですよ、今回。これなんか、ん?って首をひねることが多くて。だからまあ真実がわかるまでちょっとね、なんとも言えないという、まあそれはしょうがないですよね。感じていきたいと思いますけども。あとは何があったかなっていうところで、まあ僕はちょっと見たニュースでちょっと面白かったのが、面白かったって言ったらあれですけども、これ見た人いますかね。福岡県の大川市ですかね。で、まあ、昨日の報道でね、
一昨日と昨日と2日面白いな。2日間ね、なんか通報があったらしいんですよ。昨日と一昨日ちょっと2日連続で出たんですけどということで、こう警察の方に電話があって、あの下半身を出して走ってる人がいると、女性から通報があったと。でまあ逮捕されたんですね。でなんとこの男ですね、小学校の校長だったんですよ。で破れた短パンでまあランニングしてたと。で下半身が出てしまったって言ってるわけですよ。で、まあ、短パンの前の部分に開いた穴からですね、陰部を出した状態でランニングしてる男を発見したと。男は短パンに1週間前に穴が開いてしまった、見せようとしたわけではありませんと話してるんですよ。こんなおもろいことあるたまたま開いたんですよ。開いてんのは1週間前ぐらいに気づいてたけど、そんなもんまず買い替えへんから。気づいたらチンコ出てる出てるか、あんなもんむちゃくちゃおもろいな。パンツ入ってないってことですからね、ほんならねすいません、気づいたら出ちゃってて、すいません、わざとじゃないんですよっていうね、ところでございますけど、こんなニュースが一番いいよ、もうほんま。いや、あかんねやろうけど、これも気分を害した人はおるんやろうけど、ちょっと笑ってしまったなというところでね、今日も平和に行きたいと思います。それではそろそろ参りましょう。斉藤紳士の金ラジオ。まあだから今週はもう斉藤紳士一色ですし、まあでももうね、2人でやっていかないといけないみたいな。でもあれ、ジャンポケでやるの、名前をね。えジャングルポケットっていう名前はもう使わない方がいいと思うけどな。ほんでパッと見たらやっぱり大竹と大竹やから、大竹大竹でもいいし、あ、大竹じゃないか、大竹でもいいしね。もう合わせて大竹でもいいじゃないですか、ひらがなとかでね。全然その名前変えた方がいいと思うけどな。やっぱジャンポケって言ったら斉藤ってイメージあるし、今回こういうマイナスの報道が出たってことは、ジャングルポケットっていう名前はもうちょっと使わない方がいいんじゃないかなってね。またサルゴリラみたいに、ネタでしっかりね、太田、まあ、あそこはネタ作ってたのは実はね、太田くんなんで、斉藤じゃないんで、まあ、そういう意味では、まだね、ネタで勝ち上がるってことは全然できる能力はあると思うんで、ああいう、あれだけのネタ、キングオブコントで決勝に何回も行くようなネタを作れるような人間なので、いけるでしょう、またね。だからしっかり、ネタを作って、また復活して、ね、もう二人でやっていけばいいと思いますし、まあ、斉藤メンバーが黒なのか白なのかっていうのはちょっとよくわからないですけども、まあ、彼がちょっとそういうね、まあ、不倫というのも何回もしているという、まあ、前科というかね、別に犯罪じゃないにしろ、まあ、そういうことをやったことはある人なんで、まあ、そこは治らないと思うんで、もう表舞台に出るのはやめた方がいいかもわかんないんでね、というのはありますけれどもね。さあ、それではコーナーの方行きましょう。最後のニュース、井上陽水の名曲最後のニュースのメロディーに乗せて疑問を投げかけてくださいね。やめに沈む月の裏の顔、アップ、ということでね何言うとかわからんと思いますけど、まあ、乗せて歌っていただきたいと思います。ラジオネームミルキーシゲオ。小池栄子さんの丸刈りとカラタちゃんの丸刈りはどっちがセクシーなのよ。なのよじゃなくてね、別になんか語尾が気になるんですけどね、いつもね、まあ、カラタちゃんがどうやらねお気に入りですからラジオネームだからね、ちょっとね、ごめんなさい、今週その斉藤メンバー関連のやつとかちょっと飛ばしてるんで、ちょっと採用数が少ないぞって思うかもしれないですけども、そこは申し訳ないんですけど、勘弁してくださいちょっといろいろそれはね、まだわからないことがいっぱいあるんで、という前置きをしてですね、ラジオネーム虎吉さんの星、ダディ竹千代&東京おとぼけキャッツの前座バンドハウンドドッグだったのは意外と知られていない。へえ。
仲良し三郎のチョッパーライブに納豆の後に小麦粉を差し出すのよ。もう全く何のことか分かれ一応 YouTube も貼ってくれてますけど、当時の参考動画 RC サクセションよりもライブが盛り上がった実績かつ最小客数を記録するバンドです。ちなみにドラマはソウルトールでルナシーの深夜や TOKIO の松岡正弘などは弟子です。へえ、まあ、何の話かわからないですけどすっごい昔の知識なんですね。素晴らしいと思いますけど、ラジオネームハルテイヨニク。自分を僕呼びしてるあのちゃんはその一人称いつまで続けるんだろう。あったあった、粗品となんかあのちゃんがロケ行ってるやつね。粗品のもう激推しみたいなね。あれ僕はあの文化わかんないんですよ。あのカップル YouTube のカップルチャンネルとかをこのカップル押しますみたいな、だ要は男と女がイチャイチャしてるのを見てうーって言ってるバカがいるんでしょ全く分かれへんその感覚、何をくすぐるんやろ。なんかあのちゃんと粗品が見つめ合ってるの見てこの二人マジで押せるとか言ってるね。あ、俺にはちょっとない感覚なんでわからないですけども、まあ、そういうのがいい人もいるんでしょうね。ローで固めたみたいな顔してますけどね、あのちゃんね。カボイと不毛な議論では全然読まれないけど、このラジオで送ったのが結構読まれてるので嬉しいですね。もう71丁。なんで最近女優の役者さんのことも俳優さんで表記されてるんだろう。そうそうそう。なんか、いつ頃から女優っていう言い方は良くないっていう風にね。まあ、だから多分男性も女性も本来俳優なのに男性だけを俳優と言って女性は女優というのはおかしいということなんだと思うんです。うん、総称なのに俳優は、なのになぜ女性はだけ女優というふうに区別をするのと、だったら男優女優でいいんじゃないのっていうことだと思うんですけども、男優って言われると完全にもう頭に汁がつくからね、そっちになっちゃうからっていうことなんじゃないかな、わからないですけどもね、というふうに思いますけどもね。ラジオネームホーレンさんむしゃむしゃ。佐久間信行に見出された元 AKB の福留光穂は一昔前の道重さゆみみたいなポジションなの。これ俺あんまよく知らんねんけど、結構こう来ないとまた怒られるか。あんま可愛くない子ですよね、この福留さんって。僕なんか YouTube のショーとかなんかで回ってきて、なんか毒舌いう感じの子でしょ、違うんかな、なんか結構こう辛辣なことを言うみたいな、なんかあんま可愛くなかったですけどね元何なのか知らない、あ、元 AKB か。へえ。ちなみにほうれん草むしゃむしゃさんに、ここはあのちょっとお知らせなんですけども、半分ぐらい、使えません今週のネタすいません、本当ほうれん草さん半分ぐらい使えませんもう本当勘弁してよ、もう申し訳ないです。もうちょっとねこれ事実が分かればちょっとまた使えると思うんですけども。ラジオネーム見た目は何回かどた心は福原遥か。もしも新庄剛志さんが日ハムの本業にも口を出して豚や牛にダイエット命令を出したらどうなるのね、清宮痩せましたからね。昔はねそういうのがこうヤジとして面白いなんて言われてたんですけども、今無理ですもんね。昔ほらだから角田っていう太ったね何回にキャッチャーがいてたんですよ。なら何回大阪球場かなんかでねヤジがよう飛んでたと、さんまさんがようこれネタにしてましたけど昔な、おい角田言うて、お前トレードにで日ハム行け言うて、選手とちゃうしてちゃうぞ、商品としてやぞっていうヤジを言ってたと、おもろかったわってさんまさん言ってましたけど、今アウトですよねそんなん言ったらね。もうだからもう本当に一昔前、今大阪では踊る大捜査線の再放送をしてるんですよ夕方に。今見たらもうどこでももう警察署内だろうがなんだろうが至る所でタバコ吸いまくってますからね。路上だろうがなんだろうがタバコプカプカプカ吸ってて、ああこれがオッケーな時代やったんや、
でもまあそうやったもんなって思いながら見てますけどね。だから本当に数年前まで OK だったことが今ダメになってますからね。芸能の星、精進ミキティと叫んで16年。ミキティと叫んで16年。なんで2回言うねん。シゲをミルキーと叫んで何年になる？ミルキーさんがミルキーシゲを名乗り出してから何年なのか分かんないですけど、でも長いですよ、もう。僕、会った時はミルキーシゲでしたから、もう。もう20何年になると思う。だから全然ミキティなんかよりも先ですよ。ただ NMB にミルキーっていうね、こういたじゃないですか。あの子が出てきた時、ほんま真っ青になってましたけどね。どうしましょう。ミルキーのライバルが出てきました。ライバルちゃうわ。出てきて2秒ぐらいで抜かれてましたからね。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。ちょっと待ってくださいね。使えるのを探します。ノーベル文学賞は半眼ビー切ってか。そう、ノーベル文学賞が今年も、出まして、まあ、村上春樹さんは相変わらずダメだったんですけど、ていうか春樹さん別に取りたいと思ってないかもわからないじゃないですか。もうでもそれでなんかいつになったら取れるんだみたいなね感じになっちゃうんで、ちょっとそれはかわいそうだなと思いますし、まあ、今回実は田和田陽子さんとか小川陽子さんもノミネートされてるんじゃないかなっていうような話があったんでね、だったんですけど、なんかまあ下馬評で本当か嘘かはその信憑性はないですけど、まあ春樹さん2位ぐらいに名前があったっていうようなこともあったんで、今回こそはみたいな人もねいたみたいですけど、まあそんな難しいんでしょうよ、知らないけれども、これぐらいはいいか。ラジオネームほねさんむしゃむしゃ。性欲に負けたんじゃなくて理性に勝っただけなんじゃないの。何うまいこと言ったみたいなってね。ねえ、負けたらダメですよね、ほんとね。ラジオネーム、ハルデイオニク。10月入ったのに、夏日になってから一気に寒くなったら、体調崩しやすいし、おでんが恋しくなるんじゃないの。おでん、美味しいっすよね、ほんまに。僕でも、大人になったらいつかと思ってたこと、僕が子供の頃は当たり前の風景だったのが、屋台のおでんね、で、あいうみたいな、やってるみたいな感じで、やってるから出してんねやろ店と思うんですけども、やってるみたいな感じで入っていって、焼酎飲みながらね、じゃあ、これとこれとこれとみたいなことをやるようになるんだろうな大人になったらって漠然と子供の頃思ってましたけども、もうね今やそんなのがあるのかな、中洲とか行ったらあるのかな、わかんないですけどね、一回食べてみたいですけどね。ラジオネーム、ミルキーシゲオ。ほうれん草さんは最もフィジカルな方法で言ってるらしいのよ。なんやろな、最近こうカタカナを使ったらなんかおもろいと思い出したんかな。今年になってからカタカナの存在知ったんかな彼は。カボイと不毛な議論では全然読まれないけど、このラジオドクターの結構読まれてるので嬉しいですね。むな十一丁。なんで朝ドラの主役は女優さんが多いんだろう。さっき俳優さんって言ってたのに、まあいいですけど、まあ確かに男の人はほとんどしない。ここ近年で言ったらランマンは実はあれか浜辺美波ちゃんじゃなくてあの子が主役ですもんね。神木隆之介くんが実は主役ですからね、ヒロインではありましたけど浜辺美波ちゃんがね、まあないですね、大体女性ですよね。で僕は記憶に合うので言うと橋蘭花なんですよ。橋蘭花が初めてでもないだろうけど、でも男の人が三國なんたらさんとかいう人だったと思うんだけど、なんかあの時は3人ヒロインなんですよ。3人ヒロインで中江ゆりさんとその三國なんとかさんという男の人と菅野美穂さん、この3人でヒーローって言い方ないか、まあまあそういう感じだったんですよあの時ね、柱なんかっていうのはね、まあ、だからまあ女性の方がいいんじゃないですかそれはね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。
ミルキーさんは下半身が出てしまったと穴開き短パンで走る小学校校長を見習うべきなの。やっぱさすがほうれん草さん、やっぱこう知ってたなっていう感じですよ。そこにやっぱ目が行くかというね、素晴らしい、ラジオネームハルティーお肉。カツラ文章いまだにカツラ三子って言っちゃうんだよね。わかるわ、むちゃくちゃわかる、やっぱ三子さんのイメージですもんね、あの人ね。文子師匠って、まあ、前の文子師匠を、先代の文子師匠を知ってるからというか、その我々の時代はまだ覚えてるからねっていうのも絶対あると思うんですけど、ラジオネーム、あ、これね、ほうれん草むしゃむしゃ。X でバズっていたこのポストを見て、深夜ラジオにネタを送るためにドーピングまがいのことをする人もいるんじゃないのと思ってしまったのってあるんですけど、これあのキューピーコアゴールド聞いたら決まりまくるというか元気になりすぎるんですけどみたいな、これ麻薬とか入ってるっていう、あの何つぶやきポストがね、バズってたっていうので、んいいんですかね。僕この系もあんまりね、僕あのなんや、なんや、なんやあれ、ユンケルとか、ああいう系もアンプル、あんま飲まないんで、わかんないですけどね。で、その後ですね、ラジオネーム、ほうれん草もしました。ついつい買っちゃったのーってね、それを買ってるんです。でも中毒性はないのーって言ってますけど。ただ、それを写真で送ってくれてるんですけども、その裏に完璧にあれですね、爆笑問題カーボーイの、これは賞をもらった時のクリアファイルが完全に映ってますね。これいつのやろうな。ほうれん草むしゃむしゃさん、むしゃむしゃさんこれも撮ってんのか。なんちゅう名前で送ってたんやろうな。ほうれん草むしゃむしゃじゃないですよね。気になるな。まあまあ気になってもしょうがないですけどもね。ラジオネーム、バナザードアップショー。ベビースターラーメンにお湯を入れてラーメンとして食べてる人って世の中に何人ぐらいいるの？まあベビースターラーメンでもね、僕らも子供の頃からよく言われてましたけど、あの普通にラーメンとしても食べれるよっては言ってるんですけど、その一個一個が短いじゃないですか。ブツブツってぶつ切りになってるから、いやラーメンとして食うにはちょっとぶつ切りすぎるやろと思って、一回もそういえば試したことはないですけどね。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。おむすびでの宮崎美子がたまに兵六に見えるの。ちょっとまあ、見てないんですよ、ごめんなさい。正直おむすびあんまちゃんと見てなくて、でも宮崎美子さんのその芝居があまりにもおばあちゃんおばあちゃんしすぎてて、そんなおばあちゃんおばあちゃんするんやったらもう別に宮崎美子さんじゃなくてよくない？本当にちょっとおばあちゃんの人を読んだらって思うぐらい、の演技しはるんですよね。あれはそういうまあ演出なんでしょうけどね。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。太田さんの朝のルーティンの階段上り下りの相棒は iPod なの。何うまいこと言うと。ねえ、未だにやってはりますから。でもどういう階段なの、家の階段でしょあの人やってんの。ねえすごいなと思いますけど、芸能の星、お尻の穴に人差し指を当てて節に合わせて圧を加える、ズンズンドコアナル。なんやねなんやねようわからん。ラジオネーム、ほうれん草むしゃむしゃ。このババアの行く顔をめちゃくちゃ見たかったのって、これあの孤独のグルメのね、あの今週ずっとその話してましたよね。孤独のグルメで、あの夫婦役のエキストラのね人たちと喋ったっていう話してましたけど、そのおばさんの写真を送っていただいてありがとうございます。はい、ラジオネーム、あ、これちょっとすごいな、これ。ほうれん草むしゃむしゃ。ちなみにバコバコバスツアーのモヒカル監督はいっつも黒 T という有名ハガキ職人だったの。いっつも黒 T って俺覚えてんな。そうなんや。
AV 監督になったの。いつも黒 T ってなんか覚えてんな。へえ、すげえなー。ねえ、皆さんも多分知ってはる人いるんじゃない？いつも黒 T ってなんか覚えてんの。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。松村邦弘さんが深夜のスポーツジムで溜まってるんじゃないのとおばあさんに言われて抜いてもらった話みたいなネタにはできなさそうなの。今回のことね、まあ、当選できないですけども、これね、いまだに有吉さんがサンドリーで言ってますよね。まっちゃんって抜いてあげようかジムで言われたっていうねことなんですけどね。もう一個行きましょうかね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ。書道部の風見先輩は相席スタート山添かと思っていたのこれもおむすび見てなかったらわからないですけどもね。いや俺ほんとびっくりしたのさ、なんか菅田将暉の弟って60人ぐらいおるこっちのケントとかいう人そうなんでしょ。なんかこの間カウントダウン TV 出てたの、それで初めて知って、菅田将暉の弟にしたら太ってるし、なんか骨格から何から全然違うやんと思ってて、聞いたらおむすびに出てる野球部の子はいるんですけど、その子も菅田将暉の弟やでって聞いて、顔もまた全然似てないし、焼きおにぎりみたいな、それこそ顔してるし、でもなんかいろんな話聞くたびに、その人、いや菅田将暉の弟やでって聞くから、え、菅田将暉の弟って60人ぐらいおんのっていうまあ思いますけどね。さあ最後いきましょう。ラジオネームミルキーシゲオ。手軽で場所を選ばないソフトパックタイプなのよ。何とか全然分からん何言ってるか全然分からんし、別に分かりたいとも思わないですけどね。さあ続いてのコーナーいきましょう。令和のノストラダモス。今後世の中で起こりそうなしょうもないことを予言してください。こちらでもね、ちょっとメンバーの話はあまりしないようになっておりますので、採用数が少ないと思ったらね、そこは申し訳ございません。ラジオネームミルキーシゲオ、予言します。季節限定で栗のスイーツが出る。もう出てるわ、もう芋とかいっぱい出てるわ。ラジオネーム心は福原遥か、見た目は南海門田、予言します。粗品さんは本当にヤバい人や団体には喧嘩を売らないので、20年後も芸能界で活躍しているでしょう。わかるわかる、わかる。本当にヤバいとこにも言ってないよな、それはわかる。ラジオネーム芸能の星、公共アナル放送協会、予言します。お尻の経験ある芸能人は犯罪を犯しても容疑者報道されず、メンバー故障が通例となります。ノーコメントノーコメントっていうか、まあちょっとよくわからないよくわからない。ごめんなさい、いろいろ送っていただいて本当にありがたいんですけども、ちょっと言えることと言えないことがございますので、ラジオネーム、ハルテイオニック、予言します。可愛らしい顔してた子役でも成長するにつれ、なんか思ってたのと違う感じになる子役になりますそうなのよね、なんか子役って割とそうならないよね、まあ、でも中にはいるけどね。この人えらい綺麗になったなみたいな子役さんもいてるからね、まあ、それは分からないんですけど、どう成長するか。だから福原遥ちゃんなんて、僕はちっちゃい頃からね、そういうことネタにしてましたから、芝くひょーってね、あの子のネタをやってたぐらいですから、クッキングアイドル、可愛かったですよ、むちゃくちゃ可愛かったですけど、この子は大人になったらどうなるかなと思ってたら、そのまま大人になりましたからね、あれは稀有な例だと思いますけどね。ラジオネームほうれん草むしゃむしゃ予言します。おむすびに便乗したギャルモノの AV のタイトルを考えてみたけど、おめちゅぱしか思いつかないでしょやめろや
ギリやからね、もう本当に。いい加減にしてくださいね、もう。ラジオネーム、ほうれんさん、むしゃむしゃ。あ、そうか、もうキングオブコントですわ。今週というか、明日よね。明日ですね。明日からクライマックスシリーズも始まりますしね。いよいよ明日からいろいろ始まるということでございますけども。予言します。キングオブコントで、ラブレターズは今回も優勝しないでしょう。やめなさいよ、もう。ラジオネーム、心は福原遥か、見た目は何回かどうか。予言します。ベゾスや孫正義さんがどんなに活躍してもあのヘアスタイルに憧れる人間は全く増えないでしょう。まあね、そういうもんですよ。でもああいう人ってね、なんか奇抜な人多いですからね。ラジオネーム、ほうれんさん、むしゃむしゃ。予言します。日本シリーズとワールドシリーズの予習を兼ねて、高倉健出演映画ミスターベースボールを借りに行くでしょう。誰かや。誰が借りに行くね、あれ。もう一個行きましょうかね。あ、これはいいか。ラジオネーム、ほうれんさん、むしゃむしゃ。予言します。もし紳士さんが逮捕されたら、斉藤紳士文芸評論家になるでしょう。逮捕されないです、大丈夫ですかね。もう本当に。でも不思議よね。まあ、それなんかロザンさんもね、YouTube で言ってはりましたけど、メンバーで、じゃあピン芸人は何て言われるのみたいなね、ことも言ってましたけど。ラジオネーム、心は福原遥か、見た目は何回かどうか。予言します。斉藤元彦さんは落選後アベマデビューするでしょう。あ、ない話じゃないな。っていうか斉藤多いな、なんか問題起こすやつ、サイト多なってきたな、ちょっと。勘弁してくれよ、もう。ラジオネーム、ほうれんさん、むしゃむしゃ。予言します。チンボネタばかり送ってくるミルキーさんが、淡谷のり子先生に怒られるでしょう。しんどんね。何年も前に。ね。ラジオネーム、ほうれんさん、むしゃむしゃ。予言します。ミッチー・サッチー騒動に便乗したトカチ・ハナコのように、シンさんも便乗するでしょう。するか。するかやし、トカチ・ハナコ懐かしいな。ねえ、トカチ・ハナコさんって、まあまあ言わんとこも、なんか、どうもね、こう、そういうのをあんまり、アンテナ張ってないんでね、っていうことあるんでね。カーボイとフモなぎので全然読まれないけど、このラジオで送ったのが結構読まれてるので嬉しいですね。ムナ11丁。予言します。出演者が AI だけの番組がいつか始まると思う。あー、でもなんかCM のさ、ほら、なんや、ラーメンかなんかの CM で、あの子、トーマさんね、可愛い女優さんの、あの人がボーンと顔面アップで出てる CM があるんですけども、それ AI やと思った人むちゃくちゃ多いらしいですね。だからトーマさんを知らなかったら、あれ AI ちゃうかみたいな。だから今もまずそういうのを見たら、これ人間っていう言葉が混ぜてるっていうのが恐ろしい世の中ですけどね。ラジオネーム、ミルキーシゲオ。予言します。ガム食べる人が減ってくる。ああ、でも確かに、確かにそうね。ガムって最近食うてるやつは見えへんな、ほんまやな。ラジオネーム、ほうれんさん、むしゃむしゃ。予言します。生乾きの洗濯物が乾かないでしょう。乾くよ、いつかは。いつか乾くからね。さあ最後いきましょう。ラジオネーム、ミルキーシゲオ。予言します。この後エンディングですと誰かが言う。このパターンか。終わりです。ではちょっとね、言いたくなくなりましたね、一気にね。さあというわけでございまして、ごめんなさい、今週はねちょっといろいろあったんですけども、まあ真実のわからないことが、まあ、これからだから、また来週のこれやってる時にはまたなんかあるんじゃないですか。多分進展があって、どうなるかっていうようなところがあるんで、まあ今もネットでみんな好き放題言ってますけども、まあ相手が
ね、相手の方がタレントなんじゃないかとかって言って、この人だこの人だって言って、またなんか特定犯とかってやってますけども、あなたたちがやってることは本当に犯罪ですからね。あのちょっとネットをその指先で手軽にポチポチできるからって言って何でもやりゃええっていうもんじゃないですよ。もう本当に、うん、また見せしめのように誰かが逮捕されると思いますけども、ここ本当にきちんと法整備をぼちぼちしていかないと僕はいけないのかなと思うようなレベルに来てるのかなというふうに思います。ネットリンチ的なものが最近本当にひどいなぁと思うんで、 X とか見てても、だからもう僕はあんま見ないようにしましたけども、あのちょっと常軌を逸し出しましたよね。あの今回も全くそんな、なんだったらそのロケにすら参加してないとか、サイトメンバーにね会ったこともないっていうような人の名前まで挙げて、こいつらしいぞって言って、ちょっとえぐいな、ちょっと日本人の民度がね、よくほらそれこそお隣の国のことをバカにしたりとかした、つぶやきとかしてる人いますけども、民度的には変わらんくなってきたよ。こういうのがでね、きちんとできるのが日本人の良かったところだったと思うんで、もうちょっとみんな冷静になって、もう SNS の使い方も考えた方がいい。匿名性だからといって何でも言ったらいいっていうもんじゃないですよ。もうそのうち本当に本当にもう近々僕はこれは結構厳罰化されるんじゃないかなと思うので、もうやめといた方がいいですよ。うん、でしっかり自分の人生を生きた方がいいと思います。ネットの中には人生ないですからね、何とぞそこら辺ご理解いただきたいというふうに思います。はい、というわけで今週は以上でございます。また来週お会いしましょう。さようなら。